い、皆さんこんにちは。タワバラチャンネルのナベです。タワです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、ソフトピンチ祭りといったことでね、まあ当然ね、バラはね、お花を咲かせるためにね、つぼみの方をつけるんですけどね、まあそういったつぼみをですね、もう指でね、ピン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 とつぼみをね、取っていってしまうといったね、作業を行っていきたいと思います。それでね、お庭の方を見てみましょう。はい、まずね、こちら見えます。こちらの品種はですね、ローズウララですね。うん、ローズウララをね、ソフトピンチをね、するといったことでね、まあね、こちらのローズウララね、まあつぼみを見つけ次第ソフトピンチの方はね、もう始めているんですけどね、まあこういった感じでね、当然つぼみがね、ついてるんで、こういったね、つぼみを指でね、ピンといった感じでね、取ってしまうといったことですね。ターさん、ターさん、なんでね、ソフトピンチしてしまうの？つぼみにせっかくつけてるのにね、お花咲かせたらいいんじゃないの？っていう風にね、僕は思いますけどね。まあ当然バラはね、このつぼみをね、お花咲かせるためにね、栄養ね、すべてこちらのつぼみに送るんですけど、まあ、このね、つぼみがなくなってしまうと、じゃあバラはね、栄養をどこに送るかといった感じでね、まあ早いのしね、栄養がね、株全体すべてにね、送られるようになるんですよね。まあ、つぼみがないんでね、まあ、栄養をね、どちらに送ろうかなっていう感じで、まあ、株の方にね、全体に栄養を送るといったことで、まあ、つぼみを取ることによって何が起きるかと言いますとですね、こちら、イエライシャになりますけどね、ああいった感じでね、株元からベーサルシュートですね。ベーサルシュートの方がね、出やすくなるといった感じでね、まあ、つぼみをソフトピーチすることで、ベーサルシュートが出やすくなるといった感じでね、まあ、シュートが出るってことはね、当然枝数が増えるんで、枝数が増えるってことはお花の数も増えるといった感じで、まあ、要はね、ソフトピンチする品種に関してはね、まあ、まだまだ株を大きくしたいなと。まあ、新苗だったりね、まあ、大苗でも枝数が少ない品種であったり、まだまだね、株の方を大きくしたいなっていう品種であればね、やはりね、この6月っていうのは非常にね、バラの方が成長するんで、ソフトピンチがね、おすすめじゃないかなとね、感じになりますね。なるほどなるほど。ソフトピンチをすることでね、株が大きくなって、まあ、ベーサルシュートがね、出やすかったり、枝数も増えるってことで、花数も増えるといったことで、ソフトピンチを行うといった感じですね。ふんふん。じゃあ早速、ターさん、こちらのね、ローズウララのね、ソフトピンチお願いしますね。ソフトピンチはですね、指でね、簡単にね、取れますね。こちらのね、葉っぱが5枚刃なんで、指でね、つまんでもらって、ピンとね、感じでね、こんな簡単にね、取れますね。で、今ね、つぼみ取ったんで、ここのね、付け根から当然、栄養の方ね、送られてくるんで、またね、ツーッと伸びてくるんで、そしたらね、つぼみつけたら、またね、ソフトピンチといった感じで、どん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 ね、それを繰り返すといった感じですね。ソフトピンチをね、どん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 していくといった感じですか。うん。タワさん、こちらね、レッドレオナルド・ダ・ヴィンチですけどね。こちらもつぼみがね、いっぱいついてますけど、タワさん、こちらのレッドレオナルド・ダ・ヴィンチはね、どうするの？こちらのレッドレオはね、もうだいぶね、株の方大きいんでね、お花咲かせようかなと。まあ、お花咲かせるんでね、まあ、つぼみ取らないんでね、このままといった感じでね、まあ、2番花待ちといった感じですね。なるほど、なるほど。1番花はね、綺麗にね、咲くことができなかったからね、レッドレオはね、2番花楽しみにしておりますね。うん。だいぶね、大きくなりましたね、こっちのレッドレオもね。はい、こちらね、イエライシャンですね。先ほどベーサルシュートが出ていたね、イエライシャンになりますけどね。もうやはりね、ソフトピンチは始まってますね。こういった感じで、つぼみがないですね。ソフトピンチ済みと。こちらもそうですね。つぼみがないですね。ソフトピンチ済みといったことですね。お、トワさん、ここにつぼみがあるんで、ソフトピンチお願いしますね。僕もね、ソフトピンチしたいんですけどね。よいしょ。取れないんでね、トワさんお願いします。この葉っぱがね、5枚目なんで、この上でね、つまんでもらって、ピンって。うん、OK ですね。もうつぼみ見つけたらソフトピンチといったことね、どん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 繰り返していくといったことですね。はい、こちらね、ウィリアム・シェイクスピア2000ですね。こちらもつぼみついてるんでね、取っていきましょう。ピンと。こちらもね、つぼみついてるんで取りますね。ピンと。うん。もうつぼみ見つけたらソフトピンチで、株の充実を図るといったことですね。はい、こちらね、バネッサベルですね。イングリッシュローズのね、バネッサベルもつぼみの方がね、どん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 上がってくるんでね、ソフトピンチしていきましょう。はい、こちらね、つぼみついてるね、取ります。ピン。ここもね、つぼみあるね。ここもね、取りましょう。これがね、3枚刃。で、この下がね、もう3枚刃ですけどね、まあこちらの葉っぱの方が大きいんでね、まあこちらのね、上で取りますか。ピンと。
まだね、枝が柔らかいんでね、指でね、簡単に取れます。まあ、葉っぱのね、付け根、5ミリから1センチ上をソフトピンチといった感じですね。もう、つぼみがね、どんどん上がってくるんでね、もうこういった感じで、ピンとね、取ってあげる感じだね。もう、つぼみ見つけたらすぐソフトピンチと。で、こちらのね、つぼみですけど、枝の方がね、もうだいぶ硬いんですけどね、まあ、指でね、ソフトピンチできれば、指でね、ソフトピンチしてあげるのがいいですけど、まあ、どうしてもね、取れない場合は、まあ、剪定バサミをね、使っても問題ないかなというふうにね、思いますね。あらま、タワさん、こちらね、ローズポンパドゥールですけどね。ローズポンパドゥールはどうするの？咲かせるのかな？もうこんな感じでね、可愛い色のね、つぼみが上がってきてますけどね。そうだね、ローズポンパドゥールはね、もうだいぶ株の方がね、充実してるんで、2番花咲かせようかなというふうにね、思ってますね。あとね、2週間、3週間したらね、開花の方してくるんじゃないかなというふうにね、思います。非常に楽しみですね。もう一つね、僕が気になるのはね、このソフトピンチっていうのは一体いつまでね、続ければいいのかなということがね、気になりますね。まあ、ソフトピンチですけどね、まあ、早い話ね、8月、中旬以降にね、夏剪定っていうのがね、ありますね。まあ、夏剪定っていうのはね、秋バラ綺麗にね、咲き揃わすためにね、行う剪定のことなんですけど、まあ、夏剪定をね、行う前まで、ソフトピンチを繰り返して株をね、充実させて、で、8月中旬以降にね、まあ、夏剪定を行って、まあ、10月の中旬ぐらいですか、に秋バラを咲き揃わせるといったね、感じにしていくといいかなというふうにね、思いますね。なるほど。ソフトピンチは夏剪定前までね、ひたすらひたすらピンチをね、していくといったことですか。うん。はい、こちらね、川本バラ園のね、エールですけどね。やはりね、ソフトピンチを繰り返したことでね、株元からね、ベーサルシュートがニョキッと出てますね。うん。やはりね、ソフトピンチをすることによってね、株元からね、元気な枝がね、出てくるんだなと。やはりね、この6月はね、ベーサルシュートのね、発生が非常にいいんでね、もうソフトピンチしまくってですね、もうソフトピンチ祭りを行ってですね、ベーサルシュートを狙うといった感じでね、もうつぼみ見つけたらすぐソフトピンチと。お、ここありますね。エールのつぼみがここにありますね。ソフトピンチしないといけませんね。うん。もう株をね、大きくしたい品種であればね、もうひたすらソフトピンチ祭りといったね、感じがよろしいかなというふうにね、思いますね。まあ、株が大きくなるってことはね、お花もたくさん咲くといったことなんでね、うん、ソフトピンチも悪くないだろう。はい、今日はね、ソフトピンチ祭りといったことでね、まあ、たくさんのね、品種のつぼみをね、ひたすらひたすら取りましたね。まあ、これでね、株を充実させてですね、どん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 大きくして、秋バラですね。秋にね、バシッとバシッと咲かせていきたいなというふうに思っております。秋バラね、皆さん楽しみにしていてくださいね。2番花の方もね、咲き始めるんで、そちらの方も楽しみにしていてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。さよなら。